い。スーパーギタリストまた一人来ますよ。ちょっと変わってもらってもいいですか。変わってもらってもいいですか。なんかね、あの客席にね、すごいミュージシャンがいたらね、どんどんハードル上がりますよね。ちょっとこれまた飲まないけんか。あの今日は飲み会にね、ちょっとあの歌もついてるって感じで、あのよいよいよね。ね、そんなにあの皆さんね、かしこまって聞かなくていいんですよ。そうですよ。ね、もうちょっとあの。ヒア愛好バケ again.
されちゅう。失敗した人だから飲んでライブして大失敗した人誰なんですか。しかもデスペで、ね、それではね、次の曲は高山ボーカルで、ね、はい、高山ファン皆様、お待たせいたしました。いるのいるのいや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 、まあ、いなくてもいいや、今日ファンになってもらおう。違うか。言うね。ね、あの、大体70年、80年代がね、多いんですけどね。そうですね。ちょっとね、古い曲なんですけどね。好きな曲なんで、ちょっと、はい、歌います。
soon and now the feeling takes a long to grow. If I tell you today, will you turn me away and let me go? I don't wanna lose you. Gonna take you by surprise and make you realize the man though. I'm gonna rip you around and make you the day a man though. I'm gonna say like a man. たかたか、これをね、たかたかって言うんですよ。これね、これをおなじみの方にはおなじみで、ね、知らない方は誰も知らないっていうね、なんかこうね、胸をはだけるっていうねなんか変なルールができちゃいました。そうなんね、たかたかしちゃってるみたいなね、自主的じゃないんですよなんかね、バーベキューバサさんとかね、すごいいじってもらってね、はい、そうなんですね。なんかハッシュタグまでできちゃってね。そうなの、うん、そうそうそう。なんかツイッターでタカタカハッシュタグタカタカみたいなねで、タカヤの足元と私の足元にご注目、ご注目今回一応このアコースティックだけどロック魂を忘れない的なね、ちょっと頑張ってる感もしょ。そうそうそう、踏んだら痛いで、ね、スーパーマリオちっちゃくなるやつですね毎回言うんですけどね、これ数えたんですよ数えたんです、これ今日片方多分250個ぐらいついてますじゃあ両方で両方多分500、あ、両方で500、多分酔ってたかもしれない、わかんないいや I sit on the sea.
でもね、逆にね、タカヤンの素顔が見れるのはタカタカだけ。ね、確かに。本当の素顔こんな顔なんですよ。ね、いつも悪魔ですけどね。塗ってる。塗ってる。ね、塗ってるし被ってる。ズラがね、今日なんか10個、被り物10個あるんですね。もしハロウィンでタカタカをするときにはちょっとなんかやりますよ。やるの？やる。あ、俺も。マジで？マジで？分かった。じゃあ今度はハロウィンでちゃんとステージ出れる格好にしとけよ。この間マリオとルイジやったの。ああそう。こうこうモザイクがいるようなやつダメ。ピーとか。そう。ピーとかモザイクとかダメ。いやそれはね入り口ね18歳未満お断りでね書いてある。ある18。ある18。その時はそれ用にイベントしよう。怪しい。今日大丈夫ですよね。みんなね、みんな来れますね、多分ね。はい。じゃあね、ボンジョビの曲をもうちょっと続けてね、いきましょうね。すいません、ちょっと赤にすると、そうなんですよ。字が読めなくなるんですよ、これ。OK! ありがとうございます。いろいろね、大人の事情がありますね、ここに赤で書いてね、赤い照明パッと照らされたから、その瞬間ね、歌詞がバッ消えちゃうんですね。分かってるのに赤で書くよね。書くよね。書くよね。So true.
最後から2番目の曲になるんですけど、今回ね4部構成なんですね。夜は長いですね。あと350曲ぐらい用意してますんでね、飽きたら帰ってくださいね。どうするの、パッと見たら誰もなんだ。大丈夫大丈夫、ビール買ったら大丈夫。今日本当ね、あの皆さんごゆっくりとお過ごしくださいね。じゃあ、ボンジョヴィの曲をもう1曲で、これはね、そろそろ温まってきましたよね。そろそろちょっとあの声出したくなった、なってない、まだ、あ、そう、ちょっと、もう一遍ちょっと乾杯して。もうそこ、ちょじゃん。だってね、こんなにホラーもう、どんどんビール飲んだったのね。まだあと3分あるんよ。大丈夫。ね、いろいろ、気を使ってますよ。ということで、じゃあボンジョヴィ君もう一曲。I got this time little even I have your suitcase, say goodbye.You say you cry, tell them rivers.
and good time. Now they have their own high praise. I can't promise you tomorrow.美人しかいない。今日はそんなんいいんじゃない、別にもう。あもう腹割って話するじゃん。腹割ったらもう風呂やで。いや、自己申告みたいなかな、あれさっきの一環だったら。でも自己申告したらもう全て受け入れるっていう。あ、そうですね。行きましょう。ね、ロンジョビのね、あのこうジョン。
ね、ジョン・ボン・ジョビとそれからギターのリッチ・サンボラね、この掛け合いとかねハモリがねすごく大好きで、あこれかっこいいなって、でそのこんなんやってみたいなっていうのがあってね、ちょっとやって、本物もう聞けませんからね、リッチ・サンボラね、脱退しちゃいましたからね、色ぼけしちゃってね、あのオリアンティーでね、あの女子のギタリストにあっち行っちゃってね、あっち行っちゃってってどっち行っちゃったんですかどっち行っちゃったの。いやでもね、だってなんかインスタとか見たらもう毎日毎日からラブラブちょっちょしてるのよね、あのしょっちゅう出るのね、ほんまね、羨ましいんだ羨ましいそれでは第1部最後の曲になりました、ありがとうございます。まだまだ先は長いからね、はい、ありがとうございます。その一言で第2部ができる、はい、あ、そう、あれなかったら第2部なくてそこでおしまいだったかもしれませんよそうですよ、そう読み込ませて言ったらダメなんでね、はい、ということで、一部最後の曲です、皆さんね、じゃあよかったらデビューしてお願いします。 To be with you How's a little girl Show me what he's done to you Say that little girl A broken heart can't be that bad When it's true, it's true Play the twist and bounce the blue So come on baby, come on注文をしてね、あのドリコさんを儲けさせてあげてください。よろしくお願いします。申し訳ございません。ですね、タカタカですが、第2部はタカとタカが別々に出てくるというね、あの趣向で、ソロタイムというようなことでやってみたいと思います。というか、バンドをやって30年以上になりますが、多分こんな形で人前でギターを弾くのは多分初めてです。皆さんめっちゃレアなところにね、居合わせてますよ。
お聞き苦しいところがありましたら、キラにご容赦をお願いします。ね、このアコギ、あのテイラーなんですけどね、この高谷のこのギターとね、よく似てるでしょ。ね、値段がね、倍半分も違うんですね。やっぱりね、あの、上手い人は高いギター使えます。というとね、このギターね、私の持ってる楽器の中では一番高いんですよ。どんな安物ばっかり持ってんねんって話だね。高級な持ってる。でもね、その自分のね、一番高い楽器、この間ね、同じ楽器をね、小学生が持ってました。ジン君ね。あ、ジン君のギターと一緒なんだ。あ、そうなんだ。ちょっと嬉しいようなショックのようなね。はい、俺も小学校の頃に、いやいや、ということで、喋ってたら多分ずっと時間経っちゃうので、ね、曲を弾きたいと思います。まあ、この後ね、高谷出てくるので、高谷の前座ということで、高ちゃんがね、ソロタイムで最後束だね、この歌
ありがとうございます。ね、こんな曲やったらみんな知ってるからね、ミスできないっていうね、大変な曲なんですけどね、今の分かりました？これ高谷のね、必殺兵器をね、さっき3時間ぐらい前にね、教えてもらって、一瞬で火が変えられるっていうね、カパッてやったのね。初めはね、これ、歌いながら、この辺から撮って、カパッと食べようかと思ったけど、いや、いいのあるよって、ね、文明の利器ですね。こうやってコロ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 ってやったら金が変わるんですね。それいいですね。はい、やっぱりギターのことはギタリストに聞けっていうことですね。ハードロックばっかりね、アコースティックでやってるんですけど、今日は、まあ、
ね、ワンマンというとこうものすごいおこがましいんですけど、まあやりたいことやろうじゃないかということで、ちょっと日本の曲もで、まあなんかシーンとするの嫌なんだ。それもハードルが上がった感じで嫌だな。どっちやねん。いやいや、あれ、ね、もうもっとあの死後死後禁止じゃない。男子からちょっと男子からのちょっと任せた。ちょっと見本見せた。これできねえな。あれは俺にはできない。あれやばいよな。あれができるまでもう10年ぐらいかかりそう。絶対やばい、ね、男子言えないので、ね、じいちゃんばあちゃん、じいちゃんばあちゃんびっくりするよ。じいちゃん腰抜かすよねあれ。絶対知っておく。やめた。どうぞ待ってください。ピアノの発表会じゃないけどこう、まあよね、あの余興なんでね、このコーナーは温かく見守ってください。なんかバッチリこう照明系でこう当たるとすっごい緊張する。大丈夫、前座の時間終わったから頑張ってね。いやいや、俺の方がおかしいなそれ。日本の曲もいいんですよ。いいですよね。すっげー浸透してる。このなんすごい攻撃されてる感があって。穴があったら、はい。実はね、ここへ控え室があるんですよ。隠れたい。そうか、じゃあちょっとあの途中で止まってもまた始めますので、頑張って聞いてください。Yeah.
力ぎ静かいつももうこんな感じなんだと思って、はあ、次の曲が問題なんですよ。ちゃんと聞きたい人は動画で撮って失敗したら切ってつなげて聞いてくださいからすみません、電話させて信じていってらっしゃい律儀ですよねすごい違う違うこれ、ね、なんかもう終わってもいいんだけどなんでそんなに静かなんですか怖よいしょよいしょこれね難しいんですよこの曲本当にやっぱり辛いなすごいね、ピアノとか習ったことないんですけどねなんかピアノの発表会のステージに立ったみたいな感じですよね違うの違うでしょマジで嘘こんな気がするそれは被ってくれよかったな塗ってあ、そっか、塗った方がいいですよね絶対ねほんとビールの影響がだんだん出始めてますよなんかガットギターイメージすいませんぽくないですかぽいぽいあ、よかったよかったちょっと待ってこれやめてもいいですかこれできる気がしないえ、これ第2の最後の曲でえ第2の最後の曲よこれそうねやっべえなこれちょっとちょっと待って。さあ皆さん大きな拍手で。失敗したら大きな拍手で書き消してくださいね。Oh
楽しみにしてください。